山田です。そしてニヤスです。ダモリマーす、はい、ということで、3人でですね、はい、今仲良くおしゃべりをしているんですけども、おしゃべりタイムですね、おしゃべりしてるんですね。なんでかっつうとですね、今日急遽ね、午前中つうかもう早朝からだよね、はい、うん、新機能来たね。ぬる、ぬるっときましたよ。ぬるっとぬるっと、なんかすごく大々的に発表すべき内容がぬるっと始まっちゃっててさ、いやびっくりしましたね。そうですよ、ほんとびっくりしたよ。僕夜中にね、ちょっとあの遊び大全をねスイッチでやりながらさ、まあ、そろそろ寝た方がいいかな、寝た方がいいかなとか思ってさ、まあぼちぼち寝るかと思ってさ、ツイッターパッと見たら、そういやーっておーいやーでかいの来てるなーってなったんですけども、まあ一旦寝たよね一旦寝ようと、一旦寝て、はい、なぜならだってその時間にまだあのヤス君だよちゃんが寝てるだろうことも分かってたから、俺はもうこの時間に起きてるわけないと思って、まあまあ、はい、じゃあ、 あの、うん、俺も寝てから、じゃあちょっと3人でね、レイドの招待機能ですね、こちらを、なるほど、はい、ちょっとやっていこうかなと思って、今ね撮影の方にはねスタートしたというところでございます。はい、いや、はい、ちょっと来ましたよ、来ちゃいましたね。もう今後はだから無限にレイドをできるんですよ、もうもう、うん、無限にできますね。そうですよ、なんかどうやらですね、今回招待がなんか5人とかかな、5枠とかなのかな、なんかねとからしいんですよ。まあ、まだ僕もね、まだこの招待機能使っていないので、今からね、ちょっとやるところなんですけれども、はいはいはい、まあ、今回ね、3人それぞれのね、地域ね、今一応黒卵を2人とも出てるんだよね。はい。なんとか、はい、なんとか出てます。なんとか出てるとのことなので、ちょっとそれぞれがですね、招待する、されるっていうのをちょっとやっていこうかなと、思います。なので、はい、手始めに、どうしようかな。やすくんのところがちょっと、あれなんだっけ、時間が少し迫ってるのなんだっけ。時間があと6分のがあるんで、オッケーオッケーオッケー。じゃあヤスくんが今いるところのレイドに一回招待を受けます。なのでヤスくんはちょっとそこに入っていただいて、僕とダヨちゃんを招待してください。お願いします。お願いします。はい、今招待を送りましたよ。招待来ましたか。オッケー。あ、来た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 。招待されるとですね、あのニアバイあるじゃないですか、がオレンジに光って、レイドバトルへ招待が届きましたっていう表示が上に出ましたね、今ね。すげえ。で、あー、来た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 。まあの表示とか出せないんですけど、あ、やばい、参加しよう。え、やばい、あ、本当だ本当だ、参加だ。時間がない、時間がない、急げ。やばい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 。ほら、入れさせてくれー。入った。あと8秒、すげえギリギリ。大丈夫、入れるか。あと8秒だ。入れませんでした。あと5秒。え、あ、終わっちゃったの。あらー、じゃちょっともう一回だなすいません、もう一回行こう、もう一回行きましょう。じゃ一回離脱しましょう。じゃあれ、なんか1個目のルームに移というか、あ、退出した。オッケーオッケーオッケー。で今入る、あ、そのコードを持つグループの、あ、オッケーオッケー。あれ、あ、来てない。なんでだ、あ、俺入れなかった。今度は俺が入れない。あ、来た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 、いけるいけるいける、これはいけるぞ。なるほどね、ちょっとあれなんだね、招待する側も重いし、で120秒の制限っていうのはいつも通りだから、サクサッとちゃんとお互い、あの、今から送るよ、今送ったよっていうやり取りをしながらじゃないと結構逃す可能性あるね、うん、これね。そうですね、だいぶそれめっちゃ思ったわ、うん、ね、今のでちょっと危なかったわ。よし、オッケーオッケーオッケー。とりあえず参加することができました。うわー、おもれー、はい、2人がいる。いや、面白いですねねえ、すげえな。でこれボールもだから熱いっすよね、うん、確かに。だって俺ら大親友だし、黄色で今固めてるから、うん、あ、すげえ、めっちゃいいやん。激アツ、やった。これはもうこんなのもう毎日よ毎日フレンドとみんなやるべきだよ、こんなん。よっしゃ、初の遠隔レイド。じゃーい、キュレム、キュレムをほらボコボコにしてやるぜ。ほら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 、すごい、すごい、これ楽しいな。やっぱ自宅の周辺じゃないっていうのがさ、あの、やっぱちょっと高まってしまいますね、うん、つうかこれさ、ゲットの場所ってさ、あれなのかな、やっぱその招待されたところの表記になるのかね。あ、そうです、僕の産地になるらしいですよ。なるほど、うわー、はい、アメリカとか、アメリカの欲しい。いや、マジでそれね、普通に欲しい。ちょっとあれだな、うん、もうニックたちにちょっと DM するまであるな、これは。DM してね、え、多分向こうも相当需要あるはずだから。そうだよね、確かにそうだな、ね、
もうそういうのちょっとなんかランダムにさもう招待しちゃうのありだわ。なんか逆もまたしかりだね。なんか日本別に国内国外関係なしにさ東京以外のところの招待普通に受けたいわ。うん、そうですね。ね、うん、普通に。そう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 。うん、なんか北海道さんとか沖縄さんとかさ。そう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 、香川とか今まで行ったところでね、なんかいいっすね、みんな招待してくれみたいな気持ち。香川さんのなんかヤドンレイドとかあったらちょっと欲しいな。あーいい。さあ3人討伐、まあ時間的には余裕だけど、なんか再突入はワンチャンこれあるね。そうですね。うん、あと2匹かな。うん、俺もそんなもんだと思う。あと、あ、今ね4匹目ですね僕はね。レッグーザが吹雪、あ、じゃあキレム吹雪だけど、俺は今レッグーザでぶん殴っている。いけ、いけ、やれやれやれ、いけいけいけ、撃たせるな、氷技なんか撃たせるな。6匹目で行くんだ。あ、危ない危ない、吹雪が、あー吹雪、あーあ、やばい、再突入をさせてくれ、やばい。どうなるんだ。あ、え、入れない、なんだ、入れない、あ、入れない、なんだ。あ、なんか上から通知来ました。あ、来た来た来た、入れる入れる、え、入れない、来ない、俺通知来ない。あ、来た。どうなった？通知来たけど。けど入れない。これ分かった。あれだよ。多分俺らがバトルしてる間に黒玉がそもそも消えちゃってるんだよ。あ、なるほど。時間ギリギリだったよね。うん。だから再突入を俺とかダヨちゃんがするためには黒玉が消える前に、あの再突入だったらいけるんだと思う。これは。確かにやってしまいましたね。残念だ。失敗。そうか。失敗。失敗した。いやでもこれいい教訓だったわ。だから招待するレイドもちょっとその再突入を見越した時間にしといた方がこれいいかもね。だからね、そうですね、そうだからラスト5分みたいな感じだと待機で招待されて入る、3人と、まあ、今回3人だったからね僕らがね、時間ちょっとかかっちゃうようになってたけれども、はいはい、だからその10分20分とかそれくらいのゆとりがあるレイドを招待した方が、する側もされる側もまあ、安心してやれると。そういうことか。はい、みたいですね。あ、まあでもなんかこれは勉強になったし、なんか視聴者さんもね、うん、なんかそう、あ、そうなっちゃうんだってのは知れたから、これは良かったんじゃないですか結果ね。わかりました。じゃあちょっと気をつけ、次じゃあ招待するところはじゃあちょっと気をつけていきましょう。じゃあそしたら今度は僕が2人に招待を送ります。はーい、はい。ただ僕はげっちゃり中です。あー、じゃあそれは待つわ。さすがに待つわそれは。はい、じゃあちょっと2戦目はですね、僕の方から2人に招待を送ろうと思います。で1戦目の教訓をね、ちゃんとね生かして、要は時間に余裕のある黒卵に、入って2人を招待しようと思います。でこれか、右上か、フレンド招待ね。オッケーオッケーオッケー、タンタンとかジャッシュとか誘っとくか。はい。いいですね。送りました。こいこい、さあ押しちゃ、大丈夫、あと80秒あるから全然余裕だ。こんな感じなんや。そう、すごい。なんかその見落としそうで怖いよね。確かに。うん、やっぱりちょっと多分やり取りはした方がいいね。きた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 、2人とも参加来たぞ。はい、よし、今回の黒卵はねあと15分ぐらいやってるやつだからね大丈夫です。よっしゃー、とりあえずキュレムさん、はい、あれちょっと早いかな、技がドラゴンクローか、ドラクロでしたね。ドラクロだったのか、ちょっと今表示を、あ、本当だ、ドラクロだ。あー、まあ、まあ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 痛いな、パルキアさんだとちょっとやっぱわーって感じだな。早いからな、キュレムさん。リモートレイドパスの消費絶対増えるよ、絶対。いや、めちゃめちゃ増えると思う。確かに。そう、別に俺らだけじゃなくてね、全国的に増えるでしょ、これは。めっちゃ増えるはず。やってんな、ナイアンティックさんやってますね。7月以降のナイアンティックさんの収益俺ちゃんと見ときますよ。いや、でも上がりそう。上がりそうだよねこれね。うん、上がったらちゃんと視聴者に対して、視聴者じゃねえわ、ユーザーに対して還元あるんすよね。お願いしますよ、ナイアンティックさん。480ポケコインで15枚ぐらい入ってる。それはやばいな。やつをめっちゃ入れるじゃないですか。1回しか買えないけどそれくらいお得なボックスとかねえ、どうっすかナイアンティックさん。これで終わりか。さあ倒したかな、キュレム倒した。よし、オッケー、撃破した。やったー、はい、今回はチャレンジいけたぜ、いけたぜ、余裕だぜ。 CP が俺2002、1972、1995、お安くんが1972。うん、みんなやばいな。みんな微妙だったな、うん、まあ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 、うわ最高だわ。
レイド3箇所ダメージ量を大親友の黄色しかいないからボール3で、だからその7個確定っていうのを久しぶりにこのさ地元でやってるからさ嬉しすぎる。めちゃめちゃよろしいよ。めちゃめちゃよろしい。オッケーオッケー。じゃあちょっとゲットしていこうか。今こそだね、リモートレイドパスをもう安く、もしくはオレンジの1日1回無料のレイドパスもリモートパスとして使えるような感じにしていただきたいな。そうですね。はい、じゃあ3戦目やっていきましょう。今回はじゃあダヨちゃんに招待してもらおうと思います。よろしくお願いします。ういー、はい、はい、了解です。でダヨちゃんのところがあれなんだよね、時間的にあと6分とかなんだよね、はい、バトルしてて、あ、これ全滅しそうだなと思ったら一旦ちょっと早めに撤退して再突入をして、うん、まあ、時間切れを防ぐみたいな感じにしようかな。ダヨの地元が、いやー、これも明らかになってしまいますからね、これで。本当ですね、僕らに全然近くないですけどね、ここは近くない。そうか、見える範囲、まあ、遠隔でね、やれるからね。頑張れ頑張れ。今日は全滅せずに倒しちゃいいんだ。そうだ、まあそういうことだな。キュレムさんの技は何なんだ、なんなんだ、見せてくれや、お前。吹雪か、吹雪ですね。オッケーオッケー。これはこれはメタグロスさんいいぞ。メタグロスさんがね、もう横にスンスンね、かわしながらね、当ててね、どんどんね、米パンをね、スンスン、うん、俺色違いのメタグロス使ってるの誰だ、そんな見せつけてるのは誰だ、お前か、まったく、なんだ、強いのか、そいつは。全然個体値良くないですよ、うん、良くないんかい。やろうな。やろうな。初期にね、嬉しくて進化させちゃったタイプですね。許可あるよね、わかるよ、うん、大丈夫、俺らがいるんだから、勝てっから今日は。そうそうそう、頼もしい頼もしい。そう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 、誰だと思っとんねん。山田と安やぞ。山安やぞ。いや全然ブランドないなと思って。別にちょっとね、おもろいね、うん、別にそこのセットで売ったこと一回もねえからな。あ、ないないない。確かに初めて聞いたな。山田&安。いけたー、よし、オッケー、いけましたわ。いけたいけた。さあ、高個体値だと嬉しいな。1968、あ、それは低いかも、うん、だいぶ低い。大引く侍ですね、これはね。大引く侍、はい、大引く侍誰ですか、それマジ、はい、キュレムのゲットチャレンジ2人どう、もう入るようになった。あ、もう慣れたかな。まあまあ、だいぶ慣れてきましたけど、うんうん、やっぱ、うん、なんか未だにちょっとやっぱ難しいとは思うよね、うん、難易度は、うん、高いゲットチャレンジ。ちょっと気を抜くと外しちゃう。そう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 。なんかちょっとラティよりマシかな僕は。ああそうか。あ、ラティより、まあラティはさ、なんかさ、あれ掴みづらすぎるんだよね。距離がちょっと俺は掴みづらいんだあいつ。そう。うん、距離がなんか、うん、お前遠いの近いのみたいな。すごい微妙。そう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 。すごい微妙。力加減が難しい。そうそうそう。だからあいつらの時しかやらないその力関係というか、なんかそのふわっとそうそうそうでもなく、だそう強すぎず弱すぎずをやんなきゃいけないから、そうなんですよ、うん、あれだるいんだよな。そう、あいつらちょっと確かにな。はい、ということでちょっと今日からね実装されました遠隔レイド、こちらをねちょっと試してみたんですけれども、まあ、やっててなんか分かったこと結構あるね、うん、うん、まず招待する側はその入ってロビーで、まあ、フレンドさんにわーって招待を送るんだけれども、まあ、その間も120秒のカウントが進んじゃってるので、割と迅速に、うん、かつ、まあ、参加してくれる、というふうに見通しが立ってる人たちに、送る方がいいので、まあ、事前に連絡が取れる人とか、あとはそのゲーム内でオンラインになってる人とか、まあ、この辺に、送るのが、まあ、効率は良さそうなのと、あとはその招待送ってからも、まあ、あれだよね、PVP とかのね遠隔のやつもそうだけども、ちょっと時間 の差がラグがあったりするから、割そこも、ね、加味して送ってあげるというか、参加する側もね早めにピッと押した方が、まあ、安全だよっていうところが分かってきたのと、あとはまああれだったね、バトル自体はマジストレスフリーだったね。そうですね、普通のレイドと変わらない、何のラグもなくてさ、いつも通りのレイド参加みたいな感覚だったから、思ったよりだからもうあれ完成されてんなって思いましたね。注意点は残り時間ですよね。
あ、そう、残り時間だね。そう、さっきの1戦目のね時の、バトルみたいに弾かれちゃうと再突入できなくなるねこともあり得るから、うん、制限時間、その黒卵の残りの時間にだけ気をつけて招待をする側も参加する側もね、まあ、やるというのが良さそうだね。ということでですね、まあここでですね、ちょっと僕海外とかね、あと東京以外の土地の方々のレイドとかね、こういうのに参加してね、何々さんのキュレム、何々さんのキュレムみたいなやつをね、ちょっとずつね、なんか集められたらいいなーとかね、思っております。やっぱ、はい、フレンドさんね、そう、僕視聴者さんとか、YouTuber とか、いろんな人らがフレンドですけども、それぞれね、住んでる場所違いますので、まぁ、ちょっとずつこうね、収集していこうと思います。またちょっとね、このね、遠隔のレイドの、機能を使った、なんか企画とかもね、考えていければなと思っております。今回はじゃあ、この辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また私はまた Twitter、Instagram やっております。安田よも Twitter やってます。そして山田チャンネル、公式 Twitter もございますので、よかったらフォローをお願いします。お願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。さようなら。さようなら。さようなら。